駆け道ラジオです。今回は作業療法士の千佐さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ですね、テーマが合理的配慮なんですが、以前作業療法士児玉武史さんにこのお話を伺いまして、でその時に児玉さんがですね、ちょっとこう自分はお子さんの側からこういう合理的配慮をお子さんに対してしてくださいというふうに学校にこう伝える側というか依頼する側なので違う立場のお話もあった方がいいんではないかということで、今回千佐さんに白羽の矢が立ちました、はい、学校側からの立場として話していただきたいんですけれど、はい、普段その千佐さんは学校に対してどういう形で関わっているかというのを最初に伺えますか。はい、私はですね、ちょっと教育委員会とも今協力しながら、こう学校から作業療法士とかにちょっと相談してみたいなっていう依頼と言いますか、うん、ちょっと学校来てほしいなっていう、呼ばれたら行って先生方に、こういうお子さんこういう指導やったらどうですかねっていうちょっと提案するようなことをしてます、うん、学校の方でも何とかしたいっていう思いがあったりとか、ちょっと困ってる、対応どうしたらいいかなっていうことはやっぱりあるわけですよね、はい、そうですね、はい、でそこに対してアドバイスをなさっているとそうですいうことなんですけれども、これはその学校のサイドから合理的配慮をしていくっていうのは どんな感じになるんですか。そうですね、例えばこう支援級支援学校だともうすでにその個別にいろいろな手立てを取って学校で勉強したり過ごしたりできるようにしているので、合理的配慮と言われても今までもやっているなっていうような多分認識の先生は多いんじゃないかなと思うんですけど、はいはい、通常級だと全体で指導するっていうようなものがやっぱり昔からこう結構 根深くあるので、あ確かにな、校則はじめルールがありますからね。そうなんです。この中で個別にってなるとちょっとどうしたらいいんだろうってやっぱりこう迷われてる先生も多くて、やっぱこう保育所等訪問とか、そういったものでこういう風な手立てでどうですかとか、こういう風に配慮してもらえますかとか言われるんだけど、具体的に言われてもでもうまくやれないっていうお悩みを、なるほど、思うんですよね。分かっちゃいるけどみたいなところもあるわけですね、はい、でなんか前回児玉さん忘れ物 のお話されていて、はいはい、忘れ物対策としてもし忘れちゃっても大丈夫なようにノートとか教科書を学校に置いておくとか、はい、そういった配慮の方法もありますよって言ってたんですけど、はい、確かにこうすごくいい方法なのでですが、例えばその学年とか学校全体のルールで置き勉はダメですみたいなルールが、ね、ありそうですよね。高速的な感じでダメですみたいな時に、その配慮方法を提案されても学校全体のルールを変える方が大変なので、やっぱりで時間かかったりするので、他の方法の方が早くお子さんが学校で過ごしやすくなるかなと思ったりしてちょっと聞いてたんですよね。ね、個別対応できるってとは限らないというか、この子だけは特別にっていうの難しい場合ありますからね。担任の先生はもうじゃあそうしてあげたいんだけど、こう学年の動き学校の動きとして難しいっていうこともあるので、こう提案するとき、私も学校に行って提案するときに、こう学校とか学年で統一していることはあるのかなとか。あなるほど、はい、例えば学校全体で忘れ物をしないように頑張ろうみたいなのを取り組んでるときに、じゃあクラスみんなで見やすいように持ち物ボードを教室の中に置いときましょうって児玉さんの話もあったんですけど、っていうふうにしたらなんか例えば他のクラスからはずるいって言われるとか、やっぱりあそういう根性で頑張っているのに、はい、そう学校全体が変わればいいんですけど、学校全体を変えるよりも手立てを変えた方が早い時もあったりするなぁなんて思って、なるほど、はい、聞いたりしていました。その可能な範囲でというか現実的にできる環境、はい、この環境の中で何ができるかっていうところもやっぱり要素としては無視できないですよね、はい、クラスにその持ち物ボードみたいので、みんなが見れるようにするとか、持ち物メモを渡すとか、はいはい、すごく具体的でこうやり取り組みやすい方法かなと思うんですけど、例えばそれを初めて聞いた先生というか、はい、そういう方法もあるのかって思った先生がそれをやり始めた時に、
じゃあその持ち物ボード、これここに書いておいたから見てねって声かけをするかしないかとか。うんうん、なるほど。多分そのボードだけを置いてもダメで、そこに多分子供への、はい、働きかけが必要だと思うんですけど、ああこう先生がじゃあこうやってやってみようって思いついたアイディアだったら、はい、それプラスしてこういうふうに子供に関わろうかなとか、ああ思いつけると思うんですけど、ああ提案された方法をじゃあやってみようってなった時に、じゃあ先生がどこまで自分からこういう働きかけも必要かなって思いつけるかというと、あちょっと難しいかなって思う時があるんですよね。特にやっぱ通常学級だとこうもう嵐のような一日が毎日そうですよね、過ぎていく感じなので対応しなきゃいけないことたくさんありますからね、うん、なんでこういう風にしてくださいって具体的な方法を伝えるのももちろん大切で、やっぱ思いつけないどうしようと思っている先生もいるので、うんうん、具体的に伝えるのももちろん大事なんですけど、うん、先生側からあじゃあこういう方法だとどうですかねって先生側からこうアイデアが出てくるような、うん、こう支援会議というかこうお話し合いになることがやっぱ大切かなって思ってるんですよね。あれですね、そのなんかまあ数学とかで公式丸暗記したけど使い方わからないみたいなってなっちゃうと応用問題が解けないから、なんでじゃあこんな公式なんだろうとか、なんでこの公式を使うのかみたいなところは理解した方がいいみたいな、 そうなんです、そういうのにちょっと近いのかもしれないですね。そうなんです。でなんか例えばこうよく私も学校行った時に、例えばこうお子さんのかかってる医療機関からのお手紙とかから、うんうん、こういう道具を使ってみてくださいとか、はい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 、一緒にこのクッションを置いてみてくださいっていう、はいはいはい、そういう具体的にそうですね、アイデアがあった時にで様子見てくださいみたいな感じで書いてあるんですよね。あーはーはーはー。でも先生じゃあ一緒に座らせてみたけど、様子って何を見たらいいんだろう今大丈夫なのか、できてるのかできてないのかも、どこを見ればみたいな。そうなんです。確かに姿勢は良くなったような気もするけど、この子は例えばこの教科の時とこの教科の時だと全然姿勢が違うしなとか、やっぱりこの1日の流れの中でとか、金曜日はこうだけど火曜日はこうだとか、ああなるほど、1週間の流れの中でもやっぱお子さんの様子が違ったりしている中で何を見たらいいのか、このクッションは何のためにあるんだろうって、効果があったと言えるのか、ちょっと困ってらっしゃる先生もいるので、なるほどな、はい、なのでやっぱりその具体的に先生に具体的な方法というなぜそれをするのか、そうしてこういう姿になってたら、うんうん、いいと思って提案してますっていうのをやっぱもうちょっと深く伝えて、うんうん、コミュニケーションやっぱ取らないと、なんかやりっぱなしみたいな、先生もやってるけど手応えが ないなみたいなことになって、うんうん、なんかうやむやになってなやらなくなっちゃうとかあるので、なるほど、まあ、先生としてもその言われたことは実践したっていうところで、まあ、対応はしたんだけどなともなるじゃないですか、はい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 、何もしてないわけじゃないと、手は打った、はいはい、ちょっと結果はよくわかんないけど、はい、やることやったしなっていうふうにも落ち着いちゃいそうな気もしますしね。そうなんでこうやっぱわからないままやるって先生もやっぱり不安だし、うんうんうん、お子さんもそうですね、見通しを持たないと不安ってよくあると思うんですけど、うんうん、まあ、先生もこれでどうなるのかっていう予想をやっぱり立てたりとか、うん、自分ごととして考えられるようにやっぱならないと先生もやるのしんどいかなって思うので、あそうですね、はい、支援会議大事だなって思ってるんですよね。あこの支援会議っていうのは誰と誰が会議をするものなんですか？まあ、いろいろなこうパターンがあって、例えば保護者さんと担任の先生だけとか、保護者さんと学校の先生方と、例えば医療福祉機関の関わっている人たち、うんうん、みんなでとか、うんうん、まあ、いろいろなやり方はあると思うんですよね。でなんか前にちょっとその支援会議をして、私もちょっと先生方と話をした時に、うん、例えばその前あったのはですね、板書をノートに書くのが苦手なんですっていうお子さんで、うんうん、書く量減らせませんかねとか、はい、手元で写真に撮らせてもらえませんかねって、合理的配慮のアイディアって、うんうんうん、いろんなものに出てきたり、はい、事例もあったりするので、まあ、提案しやすかったりするんですけど、
そうやって話していると、例えば担任の先生は、まあ、そういう手立てもできますけど、うん、私が板書の仕方をもうちょっとこうやって工夫するのはどうですかとかですね。なるほど。でそうなってくると、確かにこう写真を撮るっていうの、その当時はまだこう ICT とかタブレットとかがあんまりこう普及してない時だったので、はいはい、その場には例えば教頭先生も一緒にいたんですけど、うんうん、なるほど、 iPad を持ち込みになるとちょっとどうしようかな、壊れたりした時どうしようって、やっぱ管理職の方なので、うん、でそういう話もあって、じゃあ担任の先生がちょっと板書の仕方工夫して、あと声かけをこういうふうに変えてみるのはどうですかとか、ああ先生側からこう具体的に出てきたりしてたんですよね。これ例えば板書のこう写真を撮るようにしてくださいっていうメモ書きだけで伝えちゃうと、写真はちょっとさすがにでも今無理だよね、対応できないねで終わっちゃいかねないですけど、なんでそういうことが必要かとか、どこに困ってるかっていうのを理解してもらえれば、はい、先生側からも提案が引き出せることもあるってことですね。そうなんです。でやっぱりそこにやっぱ管理職の方がいたので、うんうん、そのアイディアはちょっと難しいかもっていうのがその場で分かったので、うんうんうん、じゃあ担任の先生がいろいろ考えてくれたりとか、うんうんうん、するっていうことで、その会議に集まるメンバーも大事だなってちょっと最近思っていて。そうですねなんかちょっと営業みたいな感じもあります本社に持ち帰って確認しますみたいなのがなくてその場でこう決済が下ろせると一番強いというそうなの、ね、保護者さんと担任の先生だけだと、うんうんうん、みんなに相談してみますねでやっぱちょっと終わっちゃう時とかもあって、多分相談はしたけどなんかあんまりうまくいかなかったのかなみたいなとかもあったりするので、どの先生、ね、どのメンバーでやるといいのかなっていうのは、例えばその会議しなくても、例えば担任先生がこの手順でこう学校内にこう伝えていくとできそうとか、やっぱあるみたいなので、ね、うんうんうん、なので、それはまあ学校の、これを聞いてくださる学校の先生がもしいらっしゃればなんですけど、やっぱどの順番でとか、どの人と共にこのアイデアを、うんうん、膨らませていけば実現可能かみたいな、やっぱそういった仕事スキル的なところは大事な時もあるんだなって、こう学校に行っていて思います。相談窓口というか、まあ、理想的にははっきり決まってるといいですよね。こういうのを考える場はここみたいなのがあれば一番いいんでしょうけど、まあ皆さんいろんな状況でお忙しいのもあるだろうから、はい、実行力があるルートはどこかっていうのを、はい、ちょっとねそれぞれの環境で探っていただくというそれもいいかなと思ったり、うん、あと多分これを聞いてらっしゃる例えばの学校側じゃない依頼される側の方は、はいはい、いやと言っても全然やってくれないんだよって思ってたりする方もいると思うんですよね。いらっしゃるかもしれないですね。で、まあその、ま、先生のやっぱ知識とかスキルとかやっぱこう、うん、ベテランだったり新人さんだったり、うんうん、新人さんでもすごく特別支援のことすごい勉強してたりすると、うん、いろいろ、まあ、分かってたりとか意識も違いますしね。その先生によってこうやりたいことっていうかやれることが違ったりとか、うんうんうん、あと先生方皆さんって一つ一つをその図工でハサミで切る活動もあれば、うん、算数で図形をハサミで切る活動とかもあったりするんですけど、あ、はいはいはい、確かにありますね。単発の活動ごとの配慮っていうよりかは、うん、なんていうんですかね、その活動ごとのつながりだったり教科ごとのつながりだったり、うん、なんていうんですかね、一日の流れの中でここ子どもには頑張ってほしいとか、うんうん、この教科で学んだことは3ヶ月の後のここに生きてくるとか、うん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 、すごいこう結構長いスパンでいろんなつながりを考えながら指導計画を立ててたりするので、あの今その配慮はちょっと難しいけど3ヶ月後のこの場合だったらいけそうかなとか、やっぱ考えてくださる先生もいるんですよね。へえ、すごいですね。そうなんで、学校の先生って本当なんか長いスパンでいろいろ考えて、この順番でこの力を身につけてってもらおうかなとか考えながら指導されてるので、今ハマってないけど後に採用されたりするアイディアがあります。なるほど、はい、
なんかでもその辺もこう保護者の方、はい、依頼する側の立場の方と受け入れる側のその学校側でちょっとコミュニケーションを密にすれば、まあ、誤解が解けるというか、今はこういう事情で、はい、おっしゃってたような対応っていうのは難しいんだけれども、無視してるわけじゃありませんと。そうこのぐらいのタイミングになったらできるかもしれないとか、こういう、はい、このぐらいのことならできないかなっていうのを検討してますとか、なんかそういうのをちょっと、やり取りするだけでも違いそうですよね。そうなんです。やっぱり保護者さんだと今困ってる、今困ってるこの子なんとかって、ちょっとやっぱりその助けてって言ってるのに、そういう気持ちでもなっちゃうと思うんですよね。でそこでその感情のもつれっていうか、先生分かってくれないとか、先生もまあそんな風に言われても困るみたいに、やっぱり一生懸命やってるのにっていう、そうですね、なっちゃっても困るので、やっぱそこに学校じゃない立場の人がちょっと一人入って、2社の間に入ってこうコーディネートするっていうか、うん、こういう事情なんですかとか、じゃあお母さんはこう、うんうん、もうちょっとこういうふうにお家でもじゃあ工夫しようとか、うん、じゃあこういう練習を例えば医療リハ個別のところではやっておいて、うんうん、先生が学校でこういうふうに関わってくれること時を目指してちょっと違う準備しとこうとか、うん、やっぱそういうふうにちょっと先を見通しながらみんなで考えられるように支援会議できると理想的だなっていうふうに思ってます。そのなんか支援会議に入ってもらう専門職の方っていうのは、ちささんみたいにこう学校側にアドバイスをする立場として入られている方とか、その前回の小玉さんみたいな感じでこう個人に対してのアドバイスをしたり介入してる人っていろいろいると思うんですけど、どっちでも大丈夫なんですかね。なんか一応その外部専門家っていう立場になると思うんですね、どういう場合でも、はいはい、外部専門家の役割としては、うん、学校内でそのお子さんとかみんながこう過ごしやすくなるように先生にこうご提案するようなことがやっぱり役割なのかなと思うので、うんうん、まあでもまあ例えばこう保護者側の気持ちになりがちな、私的にはですね、ちょっと割となりがちなタイプではあるので、支援会議してて、医療福祉職の方とかでも、もう保護者さんがちょっと気持ちになっちゃって、なんでやってくれないのってちょっと感情的になっちゃったりするときは、人間ですからね。なくはないんですけど、なんかまあどの立場でもちょっと一歩引いて、特に作業療法士コーディネートするっていう役割あるかなって思ってるんで、ちょっと、そういう人に なれるといいのかなってどの立場でも思ってますまあでも確かにその学校と保護者っていう風にこう一対一の関係性だと、まあどっちもそれぞれの事情があって感情も乗っかってきてってなりそうだから、はい、そこを整理するっていう意味でも、はい、今の課題は何で、必要なことは何で、うん、できることは何ですね、どちらもこれでよろしゅうござんすねみたいな感じで言う人が一人入るって、で今後はじゃあこういうことを目指していきましょうねとかっていうことを整理する人が専門家として入るって、はい、全然違いそうですよね。はい、そうなるといいなって思ってます。なるほどな、はい、そうですよね。もう学校の先生たちもなかなかね大変な中でこう対応していくことになるでしょうから、はい、そっちの立場のこともやっぱり配慮はしないと現実的にはなかなか合理的配慮っていうところに結びつかないんでしょうね。そうですね、子ども中心ではありますけど、うん、学校っていう長い一日の大半を過ごす中でやっぱりいろいろ手立てをされて指導されるのは先生なので、うんうんうん、やっぱ先生が先生の、まあ、作業療法士的な先生の作業としても子どもへの支援、うん、先生がやりやすいような作業ってどんなものなのかなっていうことをちょっと意識してご提案したり、うんうん、やっぱコミュニケーションを取るのが大事かなって思います。なるほどな。でもそれを聞くと、そのちささんみたいな立場で学校側の事情がある程度分かった、あの作業療法士さんっていう存在もものすごく重要ですよね。そうですね、ね、そこもその学校側 の代弁者というかみたいな、あの現実的にどこが落としどころかを学校の立場に立って考えられる人っていうのもやっぱりすごく重要なんだろうなというのを今回改めて感じました、うん、
そうですね。なんか学校内に作業療法士とか理学療法士さん、うん、教員免許持って入っていかれてるケースもすごい増えてるんですよね。なるほど、それいいですね。はい、そうなると学校内の人になっちゃうので、やっぱり。あ、それはそれで内部の人になっちゃうんです。そうか、そうか。内部の専門家と、うんうんうん、外部の専門家ってやっぱちょっと役割が違うなっていうところもあったりする。またそんな話もちょっとどこかで。そうですね、はい、ぜひちょっとまた次回そのあたりの違いできることとかもね、違いそうですから教えていただければと思います。はいはい、ということで今回はですね、あの合理的配慮について学校側にアドバイスをする立場の作業療法士の千佐さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。駆け道ラジオでは様々な分野の専門家の皆さんに生きづらさや育てづらさにまつわるお話を伺っています。ぜひ皆さんチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。さようなら。